日本岡山県玉野市、宇野宇野は、岡山県玉野市にある町日野都である、同市の市役所所在地。当ページでは、当地より分立した町日野都である築港についても、歴史的経緯を考慮し合わせて記述する。なお、築港分立後も両町長を合わせて、広域地名として宇のと称することもある。この範囲は、明治時代前期以前の小島郡宇野村に相当する。 郵便番号は、宇野が706の0011、執行が706の0002。人口は4998人、執行が3616人。世帯数は、宇野が2402世帯、執行が1871世帯。玉野市の中心的外区であり、市役所付近から西北一帯の地域で、南は海に臨んでいる。現在、 宇野駅のある付近を築港と呼んでいるが、元はこの方面をも含めて宇野と称した。宇野から築港に渡り宇野港があり、本州と四国を結ぶ旅客港として賑わったが、1988年の瀬戸大橋開通を機に、地区の賑わいは徐々に衰退し、課題となっている。宇野はかつて小島郡宇野村と称し、中世には鴨モ省に属していた。近世は、 岡山半領で、キビオンコには、宇野村、岡山京橋まで、船地七里、陸路九里、船月屋市、船がかり前市、田畑二十町一端、内一町三端は塩浜、家百十三県、男女五百二十六人、池十九箇所とある。江戸時代のアザの村は、現在と異なり港湾設備にかけ、船月は悪かった。一方、湾内は、水深があり、 船の停泊には良かった。なお当時は、小島軍の旅客港としては、日比、田野浦、下杉、八浜などが栄えていた。また、当時の産業としては、漁業より農業が主で、入浜式塩田による製塩業が主なる収入源になっていた。1889年6月1日、町村制の執行を受けて、西隣の小島軍玉村と合併し、 道群玉の村を置いた。名称は、領地名より一文字ずつ取って構成したもの。1906年4月1日、大技玉を分村。さらに東隣となる道群、大村と合併し、新たに道群宇野村を設置。同年8月、岡山県による宇野港の集築工事が始まり、3年の月日を費やして1909年8月に完成した。 集築工事とされているが、実際は、近代港湾の新規建設といえ、埋め立て地43,900坪、公費34万3,000円、他にも鉄道院食卓埋め立て地9,400坪、公費12万9,000円などに及ぶ。当時の岡山県としては相当の大工事であり、当時の県知事、日東正右は、県議会の猛反対を押しのけ、 三度の原案執行を行った上での着工という歴史的事業となった。1910年6月12日には、岡山宇野間の国鉄宇野線が開通した。宇野駅構内では盛大な開通式が挙げられ、宇野高松間の連絡線が就航した。本州と四国を結ぶ交通の要衝となり、新たなる転換期を迎えた、宇野村は1919 19年1月1日に、 調整志向によるうの町となる。1929年12月、宇野港は第二種重要港湾に指定され、1930年2月8日には開港場に指定、神戸税関の支所が設けられた。1932年5月23日には、宇野と大連間に定期航路が設定され、ルクニマ丸が就航した。1940年8月3日、 宇野と西側の同軍日比町が合併し、玉野市を新設。宇野に市役所を置く。市名は、かつて領長にまたがって存在した、前述の旧玉野村から取ったもの。その後、宇野港は、交通運輸の量的増力や、船舶の大型化、速度化に伴い集築を重ねて、現在の規模に発展し、それに合わせ市街も、都市計画の進行、発展を遂げ、 現在では、宇野駅及びその駅前付近一帯を、築行として新たに区分、宇野と築行それぞれ町目設定した。また、1949年には、宇野港から多摩地区までを結ぶ美南電気鉄道が、開業するも、1972年に廃線になる。1988年の瀬戸大橋の開通により、大きな影響を受け、航路の存続が危ぶまれ、 またこれに加えて、玉野市内に工場を構える企業の不振などの影響も加わり、町の衰退が問題化している。ありがとうございます。